はい、さまちゃん、ひがです。今日はなんと斉藤さんをやっていきたいと思います。斉藤さんなん何年ぶりだろう、わかんないですね。けどね、斉藤さんで何をやるかと言いますと、女声で男の人を釣っていきたいと思います。ということでね、今の斉藤さんをやっていきたいと思うので、レッツラーゴー。はい、もう初期設定のところからいきます。名前は何にしようかな。女でいきたいんで、ひとみ。性別は女、10代、一言、男の子からも言う、こんな人。よし、これでいこう。タイムボーナス、遊んでくれてありがとう。うるさい、もううるさい、うるさい。やったね、戻る。よし、ということで電話していきたいと思います。ちょっとね、気にするんだよ、ミンティアとかも食べて、こっから入ろんで、もう講習から気にしていかないと画面から伝わるんで、自分のに。いきまーす。もしもし。なんで？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 今のちゃうやろ、今のは。今のはちゃ、早すぎない？話してもくれなかったよ。どういうことっすか？いや、もうちょっとなんか、もしもし、話してけどもいいやん。なんで？トゥルルルン、悲しい。もうバンバン行きまーす。じゃ、次は、俺から喋らないスタイルで行くんだ。あ、いう、え、お。これこれ。何してるんですか？なんで？なんで女の子来た？焦るんだけど、逆にびっくり。俺が引っかかってるぞ、おい。これじゃダメだ。逆にさ、女の子が来たら困るんだけど、どうしよう。何話そう。コミュ障かってな。じゃあ、女の子来たら、切りますわ。切り方わかんない、これ。なんで？なんで切られてんの？ちょ、気合入れないとな。じゃあ、女なりきらないと。面白い。面白い、斉藤さん。斉藤さん、面白い。もしもし。今何してるんですか？今 YouTube 撮ってます。あ、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。すいません、邪魔して。いや、全然こちらこそ。いや、なんかインカメになっててちょっとびっくりしたんですよ。あれ、うん、あ、今アウトにしました。え、YouTuber ですか？あ、そうです、YouTuber です。え、有名ですか？いや、全然です。今頑張ってます。え、今え、マジっすか？はい、もう一回ください。ヒューガです。ちなみに、今おいくつですか？15? 中学生今 TikTok とか見てる？あ、知ってます。え、で、そんな見てない？あ、やってるの。あ、やってる？え、どんぐらいやってる？見てる。うん。じゃあ、TikTok で誰が一番好き？男の人で。女の人しか見てない？あ、TWICE 見てんだ。あ、それダメだね。それダメだ。ありがとうございます。調べて出てきますか？あ、出てきます、出てきます。はい、調べてます。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、バイバイ。普通にいい会話してんじゃん、俺。こういうのじゃないんだよな。でも、ありがとうございました。ちょっと普通に会話しちゃったんで、もっと行きますよ、ちゃんと。次はもう女の子もちゃんと切るから。切り方が分かんないよ、これ。もしもし、もしもし、今、斉藤さんやってます。今、斉藤さんやってます。なんで？怖かった今。バンバン行きます。もしもし、こんばんは。え？何歳ですか？フィリピン人。はい。はい。北海道。はい。いい国？あ、そうです。イキミです。今度会いに来てください。一緒にイキミしましょう。気持ち悪い？何が起こってんの？ダメだこれ。いや、笑っちゃう、笑っちゃう。お姉みたいな声してるな、俺。お姉みたいな声しやがってる。ということで、斉藤さん、楽しかったです。やばいっす、マジで。自分、多分女の子向いてないっすね。お姉みたいな声しやがってる。めっちゃ面白い。ということで、斉藤さん第2弾を次やれればいいかも。クソ面白いわ、斉藤さん。それまでに女声練習していきます。ということで、今日はこんな感じに動画を終わっていきたいと思います。いいと思ったら、
グッド、チャンネル登録お願いします。じゃあ、みんな、バイバーイ。